車続きどこに行くんだっけあ手術室ゾーン手術室に行かんとここかあ ナース手術に必要な道具の名前を名前はここで確認してねあと先生が汗って言った時はハンカチを使ってあげてねメスメッツェンクーパー監視コー摂と針よしオッケーじゃあ行こう手術え手術手伝うこんなアホな 恐ろしくて、恐ろしく早いメスさばき、俺でなきゃ見逃しちゃうね。それが言いたかっただけ。ここじゃない。こっちか。おっと。 んなんだ君は私は今、手術中なんだ。でも、ちょうどよかった。ちょっと手術を手伝ってオッペナースが誰も来ないんだ。進め方はこの本に書いてあるから、準備ができたら開始ボタンを押してくれ。これか。手術開始ボタンを押すと、手術が始まります。指示された道具を取り、道具を渡すボタンを押してください。それぞれの道具の下のボタンを押すことで、取ったり置いたりできます。 持ち物には入りません。2個以上の道具を指示されたときは全てを取ってから渡してください。手術終了までにを繰り返します。間違った道具は大体た10秒以上かかった場合、失敗になります。ええー。OK。多分いけるはず。グ、う、ー、ん。これより手術を始める。 メス,あれメス持ったはい取ったオッケーウーパー接しやせえー、やべえ接しアカウントダメだメスでしょう ウーパー。出て、出て。ウーパー。あれ、合う方。またか、同じ。同じこと、同じことを要求してきた。お、お、監視。お前、だ。もう一回。もう一回。針と糸。 あ、終わった。手術、手術終了だ。助かったよ。検査棟の倉庫の合鍵そうだ、合鍵が欲しかったんだ。手術でいっぱいいっぱいだった。えー、っと、倉庫、この奥。あった。A4。 えいおっと誰かいるぞああのもしかして河合さんですかそうよ助かったわ1週間前から閉じ込め,れじ込められていたの非常食があったからなんとか生きてたけど一体何があったんですあれはちょうど1週間前薬品管理室に行った時のこと と箱を見たら弱体化のポーションが異常な数なくなっているのを気づいたの苦心に思って管理スタッフに聞いたんだけど何も知らないって言うしでも患者さんのカルテには投与したポーションが自動で記録されるようになっているからカルテ管理室でカルテを調べてみたのそうしたら4階の白井さんっていう人に弱体化のポーションは100瓶100瓶も投与されていたことが分かったの 白井さん、私の隣のペットの血だ。だからあんなに症状が悪化していたんだ。それでこれは医療ミスだと思って誰が投与したのかを確認しようとした瞬間、後ろから誰かに殴られて気を失ってしまったの。で、気づいたらこの倉庫に閉じ込められてた,れてたってわけ。おそらく私を殴ったやつが医療ミスの犯人に違いないわ。あの時名前まで確認していなかった。 あなた犯人を捕まえるためにもう少し協力してくれない私は犯人見つける、見つ、病棟3階のカルテ管理室に行って白井さんのカルテを持ってきて、それが動かぬ証拠になる。マジか。本当だ。食料たくさんあった。ええー。だから白井さんあんなにゲコゲコしてた。それ100瓶も食らってやああ、あなるわ。 死んでない方がおかしいぐらいのことでしょ。で、カルテ、カルテ、管理室。また3階かよ。ああ、ここか。あれあれカルテ管理室の鍵がない。さっき食堂に行った時落としたのかしら。ふざけんじゃねえよー。待って。食堂って1階やんけ。閉まってる。そうだった。 無んだ君は今日は4階に入院中の伊集院先生のお見舞いに来られる方のために食堂貸し切りあここでコーヒーのお礼のあれかえー、あった名刺ほら関係者だバカ野郎出たえー、鍵あったよし あとロボットんあんた何の用だうだかにあのカルテを見たいんですけど、いいよって言いたいところだけど、あんたどいりゃ若いナースだに、ね。カルテは大切な個人情報未熟者のナースへ見せられんよ。どうしてもっていうの隣の部屋でマイクラ医学基礎問題を解いて語学証明書を持ってきなさいねすんごいあれだ。なまってるわ。 とある患者が体力の低下を感じて入院して、入院した。患者の話によれば、直前にネザー要塞を訪れ、黒い骸骨のようなモンスターに切りつけられたのこ、ああ、なるほど。牛乳でしょ。第二、とある患者、 患者が母親と共に来院した母親によれば患者は3日前にゾンビに襲われた後医師の疎通が困難になりゾンビ化し,たしちゃったってことか、えー、弱体化のポーションスプラッシュポーションエンチャントされたあれ 確か金リンゴで良かった気がするんだけど、ただ。よかったっけ第3。最も多かったのはシーダ落下だった気がする。以下によって生成されるポーションとして適切なものを選べ、回復ポーション発行した雲の目。回復。ダメージっぽい。 わここからないきっと C だわからないスピードのポーション生成方法として正しいものスピードポーション砂糖は違うんじゃないウサギの足え、ね ウサギの足かなわかんねえや。違った。あとか、スピードって。じゃあ、えー、やん、D、えー、で、え、えー、や。回復ポーション発行した雲の目ってなんだ。ダメージあ。ダメージだ。じゃあ、C だ。 で搬送理由が多かったのが落下でしょあれあれ ?AB あーよかったはい。 合格だね。信用できるナースだね。それで誰のカルテ見たいの ?4 階に入院している白井さんのカルテでお願いします。了解をちょっと待ってて印刷するからね。はい、あ来た。白井さんカルテ。よっしゃ。持ってきたぜ。悪い。ありがとう。持ってきてくれたのね。じゃあ早速確認と。そ、そんな東洋。 履歴が全くない。削除されてるわ。きっと犯,犯人が改ざんしたんだわ。どうしよう。そうだ、サーバーよ。削除されたデータも1週間以内ならサーバーにバックアップされてるって聞いたことがあるわ。バックアップは手動では削除できないらしい。きっとまだ残ってるはずよ。ということで、サーバールームに行ってみて。あ、でもサーバールームの鍵が必要ね。まずは、 病棟3階の鍵管理室に行って、サーバールームの鍵を手に入れて、また3階か。さあ、さあさあさあさ、あルーレットでちょっと遊んできて、ネザー券を手に入れた。ネザー券とネザーブーツ。で、これから行く場所。え鍵管理室、カルテのさらに置くか。カルテのさらに置く。 この先あ入れるよなってる何入れる誰かいる誰もいねえおっと何かのメモ何かのメモ 何のメモお。お、すげえ。ありがてえ。で、それが、ここのパスワードか。何かのメモ。ゲカゲカえ、下下危ない。耳鼻科。 精神科もねえ。つうことは、これに書いてある数字に関するのが、各、各科にあるってこと。か。うーん、じゃあなんだろう。産婦人科は何ご。何か。 何かが5個あるってことか。何が5なの三夫人かって。隣はフフ、F。F も5。何が5ベッドの数とかそんなことないか。まあ5っちゃ5なんだけど。 かいいここベッドないこんなことないよ、ね、あれあベッドの数本当に。あそうっぽい。あベッドの数だ。なるほど。で、どこ見るんだっけ 外科と精神科と耳鼻科か精神科ここだここにベッドが何個あるかってことかないないないあった2だ 精神科は2だ。えー、っと、耳鼻科が、ベッドが、1つ ?1 つだ。検査室の奥にベッドが1つある。1だ。耳鼻科は1。ここは5個ありそう。1、2、 3,4,5,5だ。さあ、えー、精神が2個でしょう。で、耳鼻科が1個。外科が5個。オッケーよし。おっと、鍵たくさんストックある。かなあったー、サーバールーム。 はいサーバールームだけか。